はい、もう足跡も、今日の一匹目。まあこの川にしてはもう全然ちっちゃい方だけど、まあこの悪くはないサイズ。綺麗ですね。綺麗だね。悪くはないサイズ。ありがとうございます。はい。綺麗。結構テールフック一本だから結構擦れてますね。あ、後ろだけでやっ。後ろだけ。あ、今かかってた。かかったの自分で自作してるけど。スプーンはシングル。スプーンは自分で針巻いて。スプーンは自分で巻いて、自分で巻いて巻いてます。ミノーだけ、トレブルはあの買うけど、トレブルは買うけど、でトレブルは潰すんですか、うん、いや、もう今はバーベルスフック使って、あの売ってるやつ、売ってるやつで普通のやつで、替えですか、今からはルアーチェンジで、いや、しないこのままで、いや、オレンジベリーは釣れる、オレンジベリーは釣れる、オレンジベリーは釣れる、今日はオレンジベリー、これはオレンジベリーじゃないけど、やっぱりハラオレンジのルアーは釣れる。うーん、決めきたね。まあ、一匹が今釣れたけど、まあ、それだもんね。ただ巻きだけじゃなく、うん、アクションもスイッチだけじゃなくて、バウンコースで、こうやってこの辺でこう黙ってスイングさせてると、この辺でいればドン。ルアーが一番加速したときに差がなって釣れるから、だからこっちだと手前に流進があるから、こう流しドリフトしてこうしてきてて、はい、こうやって自分の正面を過ぎたら反対側に倒すんだけど、この倒してここの今流れに入った瞬間、このルアーが一時的に加速するビューってなりますね。その時に当たる、一番、だからその時に一番神経を集中。じゃあ動いてる時ってよりはもう速くなる、意図的に、だからそれを作り出してあげることもやれば来るだろうし、アップストリームで流れがない時でもスプーンを意図的にちょっとだけ半回転早めにしてあげるとかだけでも全然、だけでも全然違う、そういうリズムの変化で来る時が、だからよくスプーンなんて今の 若い人とか俺らよりも年下の人なんかスプーン使い方分かった人多いから、はい、でもスプーンは絶対にもう必要、特にこういうとこなんてもうスプーンで、スプーンが一番、ミノーよりやりやすい、時もある、うん、あ、来てる、ほら来てる、ほら来てる、来てる、あ、今いいの、いい映像だったな、今、あ、今、ほら来てる、今、撮ってましたね、撮りたかったね、ギランギランって動いてたけど、あれ全然さっきミノー投げて全くダメで、こうやってスプーン投げると2匹もかかってますもんね、あれはそんな大きくないけど釣れる魚だったと思う、まだ来んじゃないかな、あれかなりやる気満々だったから、こういう瞬間ですよね、ギュッてなった瞬間、あさっきよりは太いっすね、太いね、まあ、この川のまあアベレージタイプくらい、これでアベレージ、これでアベレージタイプ、これよりまあ、こうやってやれもうあんぐらいなら悲しくないって感じですけど、僕ならあーってなる、でかいっすね、硬いから、だからまあそこがみんなを引きつけてる理由なんですよね、この川で。
ープンフォロー中、はい、最初はディープミノでしたもんね。はい、ディープ使ってダメで、でスプーンでただ巻きだった感じ。最後のそうただ巻きでできた。全然サイズ変えたんじゃないですか。必要ないです。僕ならワンサが喜びますやっぱでもテールですね。テールでしょ、どうしても。まあ幅ががっちりしてるだけで長さはそうでもない、うん、やっぱりなんか もうギーンってなる。流れも強かった。行くべきだったね。明らかなもう大きさが違かった、引きが違かったです。やばいね、トラグ出たもん。うわぁ悔しい。あれはでかい。あれはもう多分3時こがったところだ。100超え。まあ大きかった。100あるぐらいですか。ギリギリちょっとないんじゃないですか。いや全然悔しがんないじゃないですかあれくらいだったら全然大丈夫。あれくらいだったらまあまだ釣れる。まだ釣る。まあ、さっきの方は効きするけど、今くらいのはまだ。はい。